一生の汚点、サッカーワールドカップでやらかし、日本中の記憶に残った選手たち。2022年11月に開催されるワールドカップカタール大会ですが、いよいよ数ヶ月後となりました。この動画ではサッカーワールドカップでミスをして批判された選手たちがどんなプレーをしたのか、当時どんな風に批判されたのかなどを紹介します。元日本代表選手の中田浩二がワールドカップを振り返る。2022年11月に開催される FIFA ワールド2022カタール大会への切符を手にしたサッカー日本代表はグループも決まり、開幕まであと数ヶ月に迫りました。中田浩二さんは2002年と2006年のワールドカップに出場した経験から当時のことを振り返っています。2002年の日韓大会では自国の開催ということもあり、それまでにないほど盛り上がっていました。想像以上の盛り上がりで、国民の皆さんからの注目度も高く、すごく応援されているなと感じたそうです。そしてそれに応えなくてはならないという思いもあったそうです。中田浩二さんもプレッシャーはあったそうですが、大会が始まってベルギー戦で引き分けてからはあまりプレッシャーを感じなくなったといいます。そのベルギー戦において2対2で引き分けたことは、勝利はできなかったものの勝ち点1が取れたことをポジティブに考えられたことで、いけるんじゃないかという手応えを感じたそうです。中田浩二からのパスミスで失点したトルコ戦、日本代表は決勝ラウンドに進出したものの、1戦目だったトルコとの試合は負けてしまいました。そしてこの試合では中田浩二さんのバックパスがずれてしまったことで、コーナーキックを与えて得点を許してしまうというアクシデントがありました。中田浩二さんはその時のことを振り返り、次のように語りました。実際ワールドカップのような大舞台であんなミスはしてはいけない。あの時もいつもだったら慎重にやっているところを何も考えずにパスを出してしまい、相手に引っかかって慌てて後ろに下げたところでコーナーキックになってしまった。そのパスミスが間違いなく敗戦の原因の一つだと思うので、どう取り返すのかしか考えていなかったといいます。結果的にその試合でワールドカップが終わってしまったのは本当に申し訳なかったと語っています。さらにその時にどれくらい批判されたのかについて、中田浩二さんは次のように語りました。いや、めちゃくちゃ言われましたよ。外も歩けませんでしたし、今のように SNS が普及する時代だったらやばかったなと。それでもいろんなところから批判が来ました。メディアでも叩かれましたし、当時所属していた鹿島アントラーズのクラブハウスにも批判の手紙がたくさん届きました。中田浩二さんが大舞台であんなミスで命取りになることを学んで、大会だけでなくリーグ戦や日々のトレーニングを含めて、そのことを胸に刻みながら危機感を持っていかなければならないと思ったそうです。中田浩二さんは楽観主義ではないけれど、引きずっても仕方ないという考えを持っていて、考えれば考えるほどネガティブになるから、あまり深く考えないように意識しているといいます。柳沢敦史が無人のゴールを外してしまった。それは2006年6月18日ワールドカップドイツ大会の1次リーグ第2戦のクロアチア戦でのことでした。後半6分にフォワードの柳沢敦史選手がディフェンダー梶良選手からの右クロスをゴール前で右足アウトサイドで合わせました。相手のゴールキーパーは梶良選手に釣られていて、ゴールは無人状態でした。しかし柳沢敦史選手のシュートは右に外れてしまい、入れなければならない絶好のチャンスを逃してしまいました。その結果この試合は0対0のドローに終わってしまいました。試合後に柳沢敦史選手は、うまくいかなかった、インサイドで蹴れば違う結果になったかも、また急にボールが来たのでと振り返っていました。サッカー関係者には難しいプレーだと語る人もいましたが、舞台はワールドカップで、しかも1次リーグ第1戦で負けていた日本にとって絶対に落とせない試合だったことで、ファンにとっても悔しい思いをしたのは事実でした。そして柳沢敦史選手が語ったとされる急にボールが来たことについて、インターネットの掲示板では QBK と表現されるなど印象深いコメントとなりました。ただ柳沢敦史選手はこの言葉についてはそんなことを言った覚えがないと言い、 QBK について1年以上言われていたことも知らなかったそうです。まあネット自体見たくなくて見なかったのもあるようですね。小野伸二に交代直後の3失点。2006年にドイツで開催されたワールドカップでは
日本代表は初戦のオーストラリア戦で先制したものの、後半にはオーストラリアのフース・ヒディンク監督による戦略的な選手交代によって徐々に追い込まれました。ジーコ監督は後半の38分にミッドフィールダー小野伸二選手を投入して反撃を試みました。しかし日本に帰国していた田中誠さんは、このゲームをテレビで見ていて修正点が違うのではないかと思ったそうです。田中誠さんは、ジーコさんは小野伸二を入れて攻撃的な流れに変えようという意図があったと思うが、その時にすべきことは守備の修正だったと思う、と語っています。後半39分の同点ゴールは不運な部分もあったけれど、その後の2点は中央から攻められていたから、あそこは稲本潤一に変えた方が良かったと振り返りました。結局前がかりになって中盤が薄くなって、防がなければならないところを防ぐことができなくて、さらに失点してしまったといいます。結果は日本代表がオーストラリアに先制したものの、後半39分から3失点して日本は初戦を落としてしまいました。試合の後、ジーコ監督はチャンスに決めていれば試合は終わっていたと語りましたが、ずっと決定力不足が課題だった日本代表はワールドカップの大舞台でも決定力不足に悩まされる結果となりました。ジーコ監督が動いたのは後半の38分に柳沢敦史選手に代えてミッドフィールダー小野伸二選手の投入でした。さらに終了間際の後半45分にフォワードの大黒選手を投入しますが、時間も遅いし投入選手の選択も首をかしげるものでした。中村俊輔さんは小野伸二選手の投入について、途中までうまくいっていたが小野伸二選手が入ってから中途半端になったと言います。つまり小野伸二選手の投入直後から3失点してしまったことになりますが、そのことでネットでは腐ったみかんとまで言われてしまいました。ブラジルワールドカップ杯で大口を叩いた本田圭佑、2014年6月24日ブラジルで開催されたワールドカップでは日本代表はコロンビアと戦い1対4で敗れました。日本代表は前半終了間際に右サイドから絶妙な浮き球で岡崎慎司が同点ゴールをアシストし、1次リーグ突破への希望が見えましたが、それも一瞬の出来事に過ぎませんでした。その後は幾度かの得点チャンスだったフリーキックが不発に終わり、後半になるとコロンビアの鋭いカウンター攻撃に対応できず、次々と失点を許してしまいました。その結果1分け2敗で C 組最下位の結果となりました。試合終了のホイッスルが鳴り響き、本田圭佑選手は手で顔を拭いピッチに立ち尽くしました。本田圭佑選手はワールドカップで優勝すると大口を叩いていただけに、悔しさは人一倍だったはずです。本田圭佑選手は開催前から攻撃的なパスサッカーで世界を驚かせるという本田の美学ともいえる考えを示していました。試合後、大口を叩いていた本田圭佑は、全てを受け入れてまた明日から進んでいかないといけない、何言ってんねんって話になるでしょうけど、この生き方しか知らない僕には強気しか道がない、とコメントしました。しかしこの本田圭佑に対して SNS では詐欺師認定とまで言われてしまいました。まとめ、今回はサッカーワールドカップでやらかしてしまって日本中の記憶に残った選手たちのことを紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。